はい、おたいオーディオ、陽介管理人でございます。こんにちは。はい、まあこのですねチャンネルを、ご覧いただいている方はですね、あ、この二人またやってきたとお邪魔しております。いうことでですね、もう何度も、登場していただいてますけど、今日は、パナソニック、テクニクス、上松さん、三浦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで前回の登場がですね SL1200GR か GR だったですね。はい、いうことで、まあ衝撃だった SL1200 の、復活、そこからですね、8区のですね、パワーアンプからスピーカーからですね、リリースされて、それで、まあ、今に至るという感じなんですが、ついに出たという製品を今日はお持ちいただいたということで、はい、はい、それについてですね、ちょっと発表をさせていただくということでございます。じゃあ上松さんの方からですね、はい、今回、どういう製品を持ってきていただいたのか皆さんにちょっとお伝えお願いします。わ、はい、かりました。2015年にですねテクニクスが、新しいですね、また再出発をさせていただきまして、ようやく今ラインナップがだいぶ揃ってきたんですけど、はい、あの発表時からですね非常にあのお客様から要望が多かったのが、ほう、やっぱレコードプレイヤーの1200シリーズですね、はい、これを作ってくれるっていうお声が大変たくさんいただきまして、はい、それはなんとかあの2016年ですね、1200G1200GR ということで、はい、すごかったですね。あの新聞にのバーンと乗ってましたね。はい、はい、あの、うん、その時は1200 Mark II と、ね、あの比べて、ね、比べてこう報告、はい、させていただいたんですけど、はい、はい、でそれと同時にですねあの今日持ってきてますやはり SP10 シリーズですね、はい、これをあのもう一度復活してほしいっていう声もあの大変たくさん、はい、いただきましてですね、はい、社内ではいろいろとこう、はい、金額がやりながら、はい、ようやく、ね、やるべきかやらないべきかみたいな、いや、あの、まあ、やるっていうことはですね、はい、あの去年一昨年ぐらいかな、おある程度方向性は、はい、決まってたんですけど、やはりあの、オーディオの中でもですね一応、この SP10 シリーズ、はい、非常に過去からもたくさんお客様使っていただいて評価いただいてたので、はい、まあ、それを超えるものをですね、うん、どうやってこう作っていこうかっていうところで、まあ、社内にいろいろアイデア出しをしながら、なるほどですね、はい、まあ、ようやくここまでちょっと形にすることができたんですけど、おー、はい、なるほど、はい、これがですね、あの三浦さんのこれが、はい、なんですか、ちょっと皆さんのどうやら出るらしいぞと、はい、いうのがバッと世の中に広まったのっていうのが、はい、セスですか。そうですね、去年の9月がイーファですね。イーファ、はい、ドイツのベルリンの、はい、そこで一応、はい、やりますよ、開発してますよっていう発表をしたんですよ。なるほど、なるほど、はい、いうことですね、はい、はい、で、この度ですね、あの発表されて3月25でしたっけ、27日か、はい、に発表を、はい、無事そうですね、させていただきまして、されたと、はい、いうことでございます。はい、で、発売日の方が、発売がですね、今あの、はい、目指しているのが、まあ、5月のなんとか末ぐらいになんとか末ぐらいに行きたいなということで行きたいなと、はいはい、考えてます。あの日本でメイドインジャパンで、あ、メイドインジャパンで、はい、作らせていただきます、はい、ということで、あれですね、上松さん、これ品番的には、はい、一応こうシステムと単品というかな、そうですね、はい、あるということで、システムの方が SL1000R 1000R 品番で 1000R、はい、これが、まあ、いわゆるこのモーター部と、はい、それからこのキャビネットでアームとですね、であとあの電源コントロールユニットが別であるんですけど、はい、まあ、その組み合わせで160万円税別というですねお値段にさせていただいてます。なるほど、なるほど、はい、あのセットですね、はいはい、であとモーターの部分と、うん、それから電源ですね、コントロールユニット、はい、うん、まあ、それだけでもあの買うことができるんですけど、そちらは80万円になってます、うん、なるほど、はい、はい、まあ、と言いますのがあの以前のですね、例えばこういうキャビネットとか、はい、アームとかですね、まだあの持っておられる方が
結構日本の中にたくさんおられましたね、はい、まあ、そういう方は、はい、あのこの、モーター棒をですね、はい、そのまま乗せ替えていただければ、はい、まあ、使えちゃうぞと、はいはい、いうことを想定して一応その2種類を準備しております。わかりました、はいはい、そしたらですね、ちょっとですね、あの皆さんにちょっとざっとですね、カメラでですね、お見せしますんで、ということで、こんな製品になってます。ちょうどですね、私は先ほど試聴させていただきました、SL1100GR とですね、こう隣並んでこう置くんですけど、そんなにこう、なんていうんですかね、こう配色だったりだとかっていうのもやっぱりこう、まあ、継承されてますし、はい、そんなに変わらないかなと思うんだけど、明らかにこうちょっとオーラが違うなと、はいはい、いう感じで、もう外見的にもですね、こう本当にデザインもかっこいいなと、いう気がします、はい、じゃあ、早速ですね、気になる中身の方、はい、どうですか、もう、慣れてらっしゃるから、ざっと資料に沿ってご説明をですね、はい、ここからいけばいいんですか。それからいきましょうか。はい、まあ、今日持ってきてますこの SP10 シリーズですね、発売はもう結構昔で、うん、実は1970年ですねになります。で、はい、で、うん、まあ、この時はですね、業界で初めて、まあ、モーターとこのプラッターですね、これを直結させて回転させるダイレクトドライブという方式をですね、まあ、テクニクスが提案しまして、はい、それが非常にヒットしてですね、おかげさまで放送局さんとかに、まあ、かなりの台数を納品させていただいて、まあ、そういったこともきっかけになって、はい、この SP10 シリーズが後々マーク2、マーク3ということでですね、シリーズ化もさせていただき、はい、非常にヒットしたということがございます。なるほど、はい、どれぐらいですね、はい、台数が納入されたのか、はい、極秘資料をですね、そうですね、はい、もう入手してしまったので、はいはい、いうことでございます。じゃあちょっと上松さん、どれぐらいですね、はい、はい、当時入ったのかと。そうですね、これすごい、昭和54年、はい、54年当時の資料でちょっと歪んでますけど、これスキャンしたらこう歪んじゃったんですが、はいはいはい、はい、まあかなり昔の話になるんですけれども、はい、この SP10 シリーズですね、はい、一番最初に台数、たくさんの台数が納入させていただいたのが、イギリス の BBC だというふうに聞いてました。うん、BBC って BBC です。BBC ですね。はい、あ、小田君、後で画像出すから大丈夫。はい。うん、で、まあ、その後、まあ、アメリカとかカナダとかですね、まあ、北米の方でも、採用され、はい、またそれ以外のですね、アフリカですとか、アフリカまで行ってるんですか。オセアニアとかですね、いろんな地域にまで、うん、納品させていただいてですね、うん、で日本でも NHK さんに90台、民放、うん、その他民放さんでも28台ということで、3000台近い台数がですね、入ったということを当時の記録として残っております。これは放送局だけで3000台、はいはい、そうですね、当時その昭和54年って書いてありますけど、はいはい、これはもう当時お二人もおられた。いや、私は、まあ、いない、まだ入社してません、はい、まあ、そうで、まあ、そんな年じゃないか、まあ、私が自慢することじゃなくて、ね、その当時の先輩方がやられた4年ですよね、はい、54年だと僕は入社してる。あ、入社してる、入社してる、まあ、これをやってるわけじゃなかった。これやるな、違うんですけど、はい、で、まあ、放送局さんにですね、評価されたポイントが、まあ、3つほどありまして。あ、3つある、はい、はい、まず1つはですね、これ当時の話ですね、はい、当時の話です、はい、はい、まあ、いわゆる放送局のエンジニアさん
の方からするとですね、うん、当時これまあベルトですとか、まあ、リムドライブとかいろんな方式があったんですけど、うん、はい、まあ、非常にやっぱりこうメンテナンスがですね結構あの大変と言いますか、まあ、ゴムだったりだとかすると、まあ、伸びたり、はい、滑ったり、あとまあ切れたりとか切れたりということもあったようなんですけど、ダイレクトドライブの場合はあのそういったいわゆるメンテナンスですね、うん、の部分でまあ非常にあの、まあ、楽だと簡単だというところが、うん、まず一つあの評価されたところです。はい、はい、あともう一つはですねあの、まあ、ダイレクトドライブの特徴としまして、立ち上がりがすごく早いんですよ、うん、もうボタンをそしたらすぐにスッと行くとすぐに低速に達しますので、うんうん、あ放送局に向いてますね、はい、そうですね、まあ、当時のディスクジョッキーの人からすると、まあ、自分でこうね喋りながらレコードかけてますから、はい、そうですね、パッとこう、ね、うん、曲がこうあの 入れるというのが、ノリでいけますね、はい、はい、まあ、当時は結構快感だったらしくてですね、うん、ビヨーンってならないっていう、はい、うん、そうなんですよね。あ、そっか、当時はもうスッと立ち上がるだけで、はい、ありがたいというか、はい、楽しいよね、すごいってなるわけですね、はい、なるほど、はい、はい、まあ、当然あの、まあ、ディスクジョッキーが下なんで、はい、そのことを自分でこう放送で喋ってたんですけど、どん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 こう周りに拡散されていって、はい、まあ、噂になっていったというところがあります、はい、あと3点目はやっぱり音質ですね、うん、はい、ここはまあ、SP10 を入れてから非常にその放送自体の曲をかける音質が良くなったというところで、はい、3点がまあ評価いただいて、まあ、名もなき日本のですね、このテクニックスのレコードプレイヤーがこう全世界に羽ばたいて入っていったというところをあの先輩から聞いております。まあですね。はい、でもこの羽ばたき方がですね、はい、もうカナダとかもめちゃくちゃ入ってますからね。そうですね。はい、1000台以上入ってたりとか、はい、イギリスでも、まあ、イギリスってやっぱり、まあ、レコードプレイヤーメーカーもですね、うん、もう本当にこう、巨人といいますか、うん、ブランドがある中でですね、もう300台近く入ってると、はい、耳の肥えたイギリス人に認められたっていう。で、まあ、これはでも本当自信になることですよね、はい、なるほどなるほど、まあ、そういったわけで、で、まあ、もちろん一般のオーディオファンの方もそれで競い合うようにして、はい、まあ、導入し、はい、されたということですね。当時のトレンドとしましては、ほう、これはまあ純正の今回作ったキャビネットですけれど、はい、ご自分であの自作されたりとかですね、まあ、木を切って作ったりですとか、うん、はい、あの黒炭で作ったりとか、これアクリルで作ったりとかですね、はい、あの、まあ、こんな感じでですね、そうですね、はい、はい、あの自作で作って、はい、いうのがまあちょっとしたブームと言いますか、なりまして、まあ、純正以外にもですね、あのいろんなものをこうが出回ってですね、はい、まあまあ、これはちょっと後であれなんですけど、当然そのキャビネットの材質だったり大きさだったり、はい、質量等で、まあ、全てその振動のあれが変わってくるので、はい、そうですね、まあ、それでも音が違うと、はい、だからそういうことを楽しみながら自作をしていたと、ね、昔の人は、はい、ということで、はい、はい、なるほど、はい、で、まあ、特にあの、はい、初代の SP10 が1970年、はい、で、まあ、はい、マーク2が75年、はい、マーク3が81年に出るんですけど、はい、マーク3なんか非常にもトルクが強くてですね、まあ、しっかりしたキャビネットじゃないともうあの扱いきれないみたいな。ああ、なるほど、そうなんです、はい、トルクが強すぎてスタートかけると下の土台がうっと動いちゃうと、あ、はい、それしっかりしたものがないと、それぐらいのトルクだったんですね。なるほどなるほど、はい、そういうことがあるんですね、はい、なるほど、だからもうこのキャビネットっていうのはそのただ単に振動を防げばいいとかじゃなくて、そのモーターを扱い切れるかどうかっていう、うん、そうですね、そういうところが前提になってくるっていうこと、はい、はい、いうふうですね。まあ、さっきあのちらっと話が出たんですけど、当時のですね、まあ、1970年代から、SP10 がリリースされて、はい、3種類出てると、はい、そうです、まあ、はい、過去にね、はい、で75年 SP10 マーク2、はい、で1981年 SP10 マーク3と、そうです、いうことでございます、はい、で、まあ、あの先ほど、SP10 がいまだにこうリクエストが多いというふうにあのユーザーの方からフィードバックがあるということで、はいはい、まあ、その一つのエピソードじゃないんだけども、はい、SP10 マーク3なんかはオークションでも結構、はい、はい、まあ、高額ですね、50万とか、はいはい、それぐらいとか、うん、はい、
感動品だとやっぱ50万ぐらいしますね。あ、すごい、よっぽどですね。今だって普通に行けば売ってるのに、はい、そうまでして SP10 を使いたいかということで、はいはい、それには理由がちゃんとあると、はいはい、そして今回はさらにそれを飲み込みつつ新作を出してきたというところなんで、はい、これは本当にニュースだと、大々ニュースということで、はい、よろしいでしょうか。はいはいはい、まあ、我々はやっぱりこうダイレクトドライブというですね、あの、はい、方式をやっぱりこだわってまして、はい、その DB モーターを使った、いわゆるもうあの最高品質のプレイヤーをですね、はい、作ろうということで、うん、まあ、今回挑戦しましてですね、うん、あの、まあ、三浦が中心になって、はいはいはい、あの開発をさせていただきました。なるほど、はい、なるほど、はい、ということで。